それは、初夏の日差しまぶしい、ある日曜日のことだった。俺が鈴宮春日と二人っきりで閉鎖空間とやらに閉じ込められ、今となっては思い出したくない方法で脱出した数日後である。春日の鶴の一声で、SOS 団による市内の不思議探索パトロール、記念すべき2回目が決行された。のだが、単なる偶然か、それとも何らかの力が働いたのか、他の団員は全てドタキャンし、その日の出席者は俺と春日の2人きりだったのである。春日はずっと不機嫌そうな顔をしている。無理もない。待ち合わせに最も遅く来た者は他のメンバーにおごるという、誰あろう春日自身が決めたルールが SOS 団にはあるのだが、今日は俺の方が春日より早く来た。で、参加者が二人きりであるということは、つまり春日がおごる役どころなわけだ。これアイスコーヒーな。私はカフェラテ。お、俺に向かって言うってことは、店員にオーダーするのは俺の役目ってことか。まあいいさ、払いはお前なんだから、それぐらいはやってやる。すいません、アイスコーヒーとカフェラテお願いします。それにしても、ミクルちゃんもユキも小泉くんもなってないわね。いきなり欠席だなんて。二回目にしてこれじゃ、SOS 団の前途が危ぶまれるってものよ。SOS 団の名前の由来を思い出してほしいわね。いい、キョン。SOS 団はね、世界を大いに盛り上げるための鈴宮春日の団なのよ。わかってる？最後の S は、私がいればなんとかなるとしても、頭の SO、世界を大いに盛り上げるって部分は、団員の一致団結なくしてはできない部分よ。世界をそれなりに盛り上げるとか、人並みに盛り上げるとかじゃダメなのよ。それじゃ、真ん中の O がどういう意味だかわからなくなるんだから。だからキョン、次から SOS 団の会合は何があっても絶対欠席禁止よ。風邪をひこうが、車にひかれちゃおうが、命を懸けて出席すること。 SOS 団は必ず全員集合。いいわね、キョン。って、唯一の出席者である俺に言っても意味ないだろう。と言ってやるかどうか迷っているうちに、カフェラテとアイスコーヒーが運ばれてきた。どうもありがとうございます。と、これは店員さんへの言葉だ。傍若無人な変態のくせに、こういうところはなぜかしっかりしている。何はともあれ、ありがとうカフェラテ。こいつのおかげで春日の妄言はとりあえず小休止である。何も話さない時のこいつは、正直この国の女子高校生としてはかなり可愛い部類に入るだろう。このまま透明にして見つめていられるならそうしたい。だがそんなゲームにおけるイベントスチルのような都合のいいことができるわけもなく、このまま放っておくとまた喋り始めるだろうから、再びあいつのペースに突入する前に先に俺が話を振ることにする。何？もう話すべきことは決まってるんだ。なあ春日、重要な話があるんだが聞いてくれ。私がそれを知らないとでも思ってるの？入学して1週間以内に全部実地見分済みよ。実地見分ってなんだよ。文字通りよ、噂のある場所に行って真偽を確かめたの。残念ながら全部噂に過ぎなかったみたいだけどね。場所って旧館の女子トイレだろ、中館の屋上だろ、音楽室だろ、それに理科準備室に体育倉庫、プール、あとどこだっけ。文芸部室や。え、
牛三つ時になると楽しみにしていたシリーズの最新刊を読めないまま事故で亡くなった文芸部員の霊が出るらしいわよ。続きを、続きをって聞かなきゃよかった。いいわよ。何？お前は宇宙人か未来人か超能力を使うようなやつがいてほしいんだよな。そうだけど、それがどうしたの？つまりだ、この SOS 団とやらの目的はそういう連中を探すことにあるんだよな。探し当てるだけじゃダメよ。一緒に遊ばないといけないの。見つけただけじゃガリオ転生を書くというものだわ。私がなりたいのは傍観者じゃなくて当事者だから。俺は永遠に傍観しておきたいがな。実はな、朝比奈さんは未来人なんだ。未来から来てるんだから未来人で会ってるだろ。何年後から来たのよ。それは知らん。教えてくれなかったんでな。とにかく未来人であることは確かだ。なるほどね。ミクルちゃんが。聞いて喜べ。あの長戸ユキはなんと宇宙人だ。宇宙人？なんつったっけな。統合なんとか四年体、情報なんとか四年体だったかな。まあそんな感じの。宇宙を滑る超意識の集合体みたいなやつが存在するらしくてな。長戸はそいつの手先なんだ。ああそうそう、ヒューマノイドインターフェイスとか言ってたな。あ、多分アンドロイドみたいなもんじゃないかと思うんだが。へえ、あのユキが。驚いたことに小泉は超能力者なんだ。どんな超能力を使うの？念動力？それとも予知？なんていうのかは知らんが、こうグッと構えてドカーンみたいな感じだ。ああ、アニメとかでよくあるなんとか玉みたいな。そうそう、そういうやつだ。話が早いじゃないか。小泉くんが。つまりあんたが言いたいことをまとめるとこういうことね。宇宙人も未来人も超能力者も実はすでに私の身近にいて、それはユキとミクルちゃんと小泉くんだって。まさしくそういうことだ。ふざけんな。まあそう言いたい気持ちはよくわかる。俺だって同じことを誰かに言われたら同じ反応をするだろう。キョン、よく聞きなさい。宇宙人や未来人や超能力者なんてのはね、すぐそこら辺に転がってなんかいないのよ。探して見つけて捕まえて首掴んでぶら下げて逃げ出さないようにぐるぐる巻きにしとかないといけないくらいの希少価値があるものなのよ。選んできた団員が全員そんなのだなんてあるわけないじゃないの。そんなわけで、俺が思い切って口にした厳然たる真実は面白くないアホジョークと決めつけられ、挙句の果てに春日は財布を忘れたとかで、喫茶店の払いも俺がすることになり、何もならないどころかこれじゃあ収支は文字通りマイナスである。だが後から考えると、あの一件はもしかしたらここでの会話がきっかけだったかもしれないという気もする。あの一件、それが起こったのは喫茶店での会話から約5ヶ月を経て、夏休みも体育祭も終わった頃。文化祭を翌日に控えた、暦の上ではとっくに秋だというのに、まるで夏の置き土産のようにじっとりと暑い、そんな日だった。